日本が本気で開発中の次期戦闘機開発ですが、難題勃発しているようです。今回は、次期戦闘機開発でのウェポンウェイの実績はないを詳しく見ていきます。やはり、新進と XF9 を量産化して、実績を積んでいく、F-15 戦闘機への XF9 エンジンを採用する実績大事だよ。2022年12月初旬、日本政府は、現行の F2 戦闘機を代替する機体の開発を、イギリスとイタリアとの3カ国で行う GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて実現させることを公式に発表した。日本の航空自衛隊が、現在運用中の F2 戦闘機は、ご存知のように、アメリカの現、ロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンをベースとして、日米での共同開発によって生産された機体である。その当時も、F2 戦闘機の開発にあたっては、日米での共同開発ではなく、単独での開発を志向する声も、一部では上がっていたが、戦闘機開発においてコアとなる、機関部の国産化が困難であると、予想された。加えて、当時は、日米の貿易額において、日本が、一方的な黒字を記録していた状況もあり、政治的には、アメリカとの共同開発を行うことで、同国への資金の還流を実現し、その不均衡の是正の一端にするとの判断が下された。現、ロッキード・マーチン社の F-16 ファイティング・ファルコンは、未だにアップデートが続けられ、今日でも、いわゆる 4.5 世代機と呼ばれる存在であり、西側諸国の戦闘機としては、最多の5000機以上の生産が確実視されている。そんな F-16 ファイティング・ファルコンをベースにしているとはいえ、F-2 戦闘機では、主翼など大多数の部分が専用に作り直されており、外観上はよく似てはいるが、中身は全くと言ってよいほど変更されているという。日本の F-2 戦闘機は、その用途としては、航空自衛隊の中でも、敵の艦艇を攻撃する任務を主体としており、対艦攻撃用の兵装を運用することが必須であり、今後の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでも、それは同様だろう。本来的には、日本の地理的な国情を勘案した場合には、周囲の広い、領海や排他的経済水域の上空を飛行するケースが大半であるため、機関部についてもより、機体の残存性を高めると、考えられる総発機が希望されたはずだ。しかし、F-16 ファイティング・ファルコンは単発機であり、その意味では、日本の国情に合致していたとは言い難く、政治的な妥協の影響を、傭兵側の航空自衛隊が、運用面でカバーする状態を強いられた感は強い。そして現在の航空自衛隊の最新鋭戦闘機である、やはり、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2についても、同様に単発機であり、機関部をめぐる日本側の総発機への関わりよりも、いわゆる第5世代機という、先進性の方が優先されたようにも感じられる。日本の次期戦闘機が、これまで、同様に、アメリカとの共同開発に落ち着いていた場合には、この機関部を単発とするのか、総発とするのかは、大きな注目点となった可能性があるが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでの開発が選択された。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、戦闘機のみを開発するプロジェクトではなく、今後主流となるであろう、無人航空機を含めた、総合的な航空戦力の構築を目視ものだと、その構想では謳われている。しかし、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される、その一部となる戦闘機は、日本と同様に、島国という、地理的な要因を抱えたイギリスと組むことから、当初より、機関部に関しては、総発機となることが見えている。その意味では GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、
昔年の日本の航空自衛隊の運用思想にも合致するものだと思え、ようやく本来あるべきではないかと考えられてきた、双発機の開発が行われる形ではある。ただし、同じ島国とはいうものの、イギリスは、海外領土を除き、本土周辺だけを考えれば、日本ほど広い海上を飛行する必然性は薄く、搭載する燃料の容量やそれに伴い変化する機体の作戦行動半径については、今後の大きな課題の一つになるだろう。また、イギリス側が、日本側の次期戦闘機が求めるほどの対艦兵装の搭載をどの程度許容するのか、というような使用上の問題も当然横たわっており、今後の3カ国の折衝で、そのような点に着地するのかも注目点だと思われる。今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにあたっては、日本派に三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社と、各々が自国を代表する軍需関連企業が主管を担う形式である。そして、最も重要な要素の一つである機関部に関しては、日本は IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社、イタリアはアビオ社の参画が決定しており、国際的な実績や規模から察すれば、ロールス・ロイス社の意向が強いと思われる。日本の次期戦闘機開発の構想が動き出し、その方向性が模索されていた時期には、IHI 社が、試作機とは現 AXF-91 という、戦闘機用の機関部の開発を2018年には果たしていたことから、国産化が可能ではないかという見方も出ていた。しかし、IHI 社の XF-9 は、あくまでも試作機であり、実際の機体に搭載してのテスト等が行われているわけではないので、個人的には、地上試験と機上のスペックをもとに、これが GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで即実用化されることは困難ではないかと感じている。方や、イギリスのロールス・ロイス社が起演していたとはいえ、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの前段ともいえるテンペスト計画において、機関部の開発を進めていた経緯があり、技術的にも先行している可能性が高い。とはいえ、ロールス・ロイス社も、現行のいわゆる第4世代機である、ユーロファイタータイフーンの機関部の開発をメインで行った実績とノウハウは、有しているものの、自らは、いわゆる第6世代機と呼ぶものに対しては、やはり未知数であろう。そうした機関部をめぐる点に関しても、確実な動きは、未だ見えない GCAP、グローバルコンバットエアプログラムだが、そもそも、ステルス機として、装備が必須となる超音速機のウェポンウェイに関しても、参加3カ国の企業に、実績はない。ウェポンウェイとは、戦闘機の兵装を機体内に収容するための設備だが、敵側のレーダーからの探知の可能性を確実に低下させる上で、ステルス機では欠かせないものであり、超音速での巡航飛行を行う上では必須のものだ。この2023年に存在している量産されたいわゆる第5世代戦闘機といえば、アメリカの F-2 にラプター、 F-3 ゴライトニングに中国の J-20、 そしてロシアのスホイ57の4機種しかなく、これらのステルス機しかウェポンウェイは実装されていない。では、戦闘機にウェポンウェイが実装されたのは、いわゆる第5世代戦闘機のパイオニアである、ロッキード・マーチン社製の F-2 にラプターが最初かといえばそうではなく、1957年にアメリカ空軍が採用した F-101 ブードゥーが最初の機体である。続いて、アメリカ空軍では、ウェポンウェイを備えた機体として、1959年から、F-106 デルタダートを採用。これら2機が史上初のウェポンベイを備えた戦闘機として、歴史上ではその名を記録されている
期待である。F101 ブードゥ、F106 デルタダートともに、最高速度は、前者がおよそマッハ 1.7、後者がおよそマッハ 2.3 を誇る超音速機ではあったが、これらにウェポンベイが実装された理由は、当時のアメリカの防空体制に起因していた。この頃のアメリカ本土の防空体制は、冷戦時代の初期のため旧ソ連から飛来する核兵器を搭載した爆撃機の迎撃を迅速に行う必要があり、核兵器の運搬手段が大陸間弾道弾が主流となる以前の時期だった。そのため F101 ブードゥ、F106 デルタダートらの戦闘機は、旧ソ連の爆撃機の飛来を確認した場合、少しでも早く迎撃に向かう必要性が生じ、可能な限り機体への空気抵抗を減少させて素早く飛翔させることが求められた。その結果、従来の戦闘機のように胴体下部や主翼下に兵装を嵌下することで空気抵抗が大きくなり、飛翔速度が低下することを抑えるべく、兵装を収容するウェポンベイを実装するという仕様になったものだ。以後、核兵器の運搬手段が大陸間弾道弾のようなミサイルが主流となると、当然、こうした F101 ブードゥ、F106 デルタダートら運用手法は無意味となり、以後の戦闘機では整備性を重視し廃れていった。そのウェポンベイという発想、技術が、機体にステルス性能をまとった、いわゆる第5世代戦闘機が開発された際に、再び、必須の装備として復活したわけであり、意図は全く異なるものの、今の戦闘機の最先端技術に返り咲いたと言えよう。